すごいなサブ。下着が空を降ってくるぞ。その時この先どうなるかなんて思ってもいなかった。ただずっと前から不安だったから、会えればいい、それだけだった。そしてあなたはそれだけ素敵だった。やれば不意のお客様も大喜び。キュートね、ね、ランジェリーショップアド履いたらオッケー。モノコ見てる。フォーデューティーヒューマンライフ。この子も履いてる、この子も履いてる、そして僕は嗅いでる。そして僕は嗅いでる。はっ、オッケー。ダンディと私、お疲れ。はいはい、お疲れ様。そのまっちゃん、こういう下世話な格好させたら日本一ね。ハマりすぎて怖いぐらい。もうどうしちゃおうかしら、本当にもう。なに俺さ、はっきり言ってもあんたの言うことだったら何でもやらしてもらいますよ。いいねいいね、そういう言葉って大好き。またゲスのやつやる。白いふんどしに赤いバラ加えて、今度はスポーツ狩り。泣いちゃってね。冗談よ冗談、やんやん触っちゃう。俺はスターター。前見てやるねよこの野郎。白いふんどし信じよ。頑張れよ。働きよちゃんと2丁目で。おおおおおお、あ、どうもどうも、ご苦労さん。そうかそうか。うん、お、先に店悪いらしいな。寿司屋の前でゲロ吐いたんだって。まずいな、それじゃあ。俺はスターだ。
笑い界の星、塚本興業のナンバーワン、デビューから3年、下積み5年、ストリップ劇場の前座から始まった俺の華麗なる芸歴は、バラエティ界の英雄、歌える踊れる顔がいいのお笑い界のビッグバン、そしてトレンディドラマの主演、アイドルとのスキャンダル、竹下通りに角巻ショップをオープン、そしてノワーンと突然の海外映画への進出、芸能界の階段を2段3段4段5段飛びで駆け上がり、角巻圭一は今頂点を極めた。この憎むべきライバルからこの角巻を光と影に渡って支える一人の女性がいる。俺の愛しいマネージャー、その名も大和田桃子。ここにいるわよ桃子。いらっしゃい。大好きちゃん、今日は何の用だい？こういう時ふと主婦としての生きがいを感じる。すりこにいかにこわりとほり。あ、そうだ、タイだ。よっ、よいしょっと、よっ。よー、平助さん。どうもすいません、今日はニパネラにしようと思って魚の方はちょっと。いいんだよそんなこと。それよりも雑誌で見たよ、またテレビに出るんだって。いや早く見たいね。いやもうあんたのことはもう商店街の誇りだよ。八百屋も言ってたよ、肉屋も言ってたよ、布団屋も言ってたよ、早く見たい見たいってね。へいちゃん、ありがとう。今まで主婦に専念していたけど、もうじき出ます、約束する。うわー、やったー。よかった、平助さん、町中で応援するよ。いつも変わらぬ町、僕はカムバックするが、この町だけは大切にしたい。もちろん、桃子が一番大切だ。え？何？いや、なんでもないよ。さあ、いただきましょう。美味しいだろ。桃子、桃子、
通平助。今日もすっごーく遅くなっちゃうからさ、一人でご飯食べてお風呂入って寝てね、ももこ。学習。愛と勇気と友情のキッサンサルサを差し上げます。どうもどうもありがとうございました。ももこもらったぞよかったな。ノック旅行の楽しみに待ってろよ。これ乗って帰るかな。はい、片岡です。しかしながら片岡はただいま外出しております。恐れ入りますがピーという発信音の後にメッセージをお願いします。こちらからお電話します。もしもし、片岡ちゃん？なんだいないの？つまんない。産経テレビの森田。あのね、復帰第一作のドラマの件、キャスティング決まりましたから、片岡ちゃんの希望通り、角巻ちゃんとの共演ということで、もう軍閥、原発、北方領土、改正ってとこかな。それから、熱い！何すんの、バカ！あ、ごめんごめん、ちょっとこっちのことだ。あのね、あのそれからの片岡ちゃん、あの俺事務所入ってないしマネージャーいないし、だからあの直電したんだけどまた電話するから。それからね、あのタイトル決まりました。天才ダンディ君の生活、もうちりばつ群罰ひこなおん、うん、そういうことだから、またね。じゃピーっと。そうか、俺マネージャーいないんだ。どうしよう。はい、片岡です。おい、しかしながらいるんだろ、ハリプロの山本だ。元マネージャーの山本だよ。もしもし、すみません山本さん。やっぱいたな。おい、よく勝手にドラマ出るって決めたな。水臭いじゃないの。一緒に戦った戦友だろ。復帰するなら相談してよ。そりゃ今は元アイドルの立花由香のマネージャーだけどもよ。すいません、でも。ま、それもいいや。とりあえずキャスティング聞いたろ。よろしくな。何ですかそれ。あれ、 3K の森田ちゃんからテル言ったでしょ。今度のドラマの相手役ゆかなんだぜ。け、知らなかった。でよ、平助もきっとマネージャー探してると思ってお前のためだけに特別にスカウトしたんだぜ。絶対気に入るって最高のマネージャーよ。ちょっと待って、困ります。いいって遠慮すんな。桃子だ。あ、山本さん、ちょっと待って。はい、おかえり桃子。平助、山本だ。実は携帯電話だったのだ。これで逃げれまい。ちょっと待ってください。いいから開けろ。山本さん、僕は桃子がマネージャーじゃなきゃ嫌だ。そうじゃなかったらお笑いの塚本に入ってやる。あんたも世間を知らなすぎるね。あんたの勝手な行動で桃子さんが角巻君のマネージャーとしてどんなに辛い立場になったか分かってんのかい。主婦宣言して現役を引退する。そして今度は勝手な復帰。そりゃね、桃子さんのそばにいたいってのは分かるよ。え、桃子さんを愛してるってのはいいけど、だけどね、そのためにね、桃子さんが業界でなんて言われてると思う。平助を使って自分と角巻を有名にするしたたかなキャリアとか。分かんないけど平助じゃなきゃダメなの。祝福の銃を。
な、驚いただろ。あの、よるな悪魔。初対面の人に失礼じゃないか。桃子も何やってんだ。あの、すいません、私びっくりさせちゃったかしら。でも私も正直言ってこんなに似てるなんて。あ、私佐久間友香と言います。ハリプロのマネージャーです。面白いわ、同じマネージャーでそっくりさんがいるなんて。ハリプロのマネージャー。僕はハリプロに戻ることにしたよ。彼女をマネージャーにしてね。おおなるほど、そりゃ面白い。傑作だ傑作だそうでしょね。ところで角巻さんは何のよ。あれなんだっけ俺、あ忘れちゃったおう、今度ドラマよろしく。みんなの興奮をよそに、ただ呆然の桃子であった。そんなこととは関係なく、明日から平助と角巻くんのドラマがクランクインするのだった。はい、それではですね、これから天才ダンディ君の生活の制作発表記者会見を行わさせていただきたいと思います。ということで一つ今日はよろしくお願いいたします。よろしく。今回のドラマの趣旨ですが、ドラマの中に前編にわたりまして、私はバラよとこういう言葉が趣旨に入っております。バラにはトゲがあり、それが刺さると痛い。痛いというのはアメリカ人はアウチと言います。ディレクターの方はいいんですよ。あのすいません片岡さん、今回のお仕事が復帰第一スタッフとなるわけですが、半年前の突然の引退の原因が女性関係だったという噂があるんです。そのことについて一言言っておきません。そんなことよりさ俺の女性関係を、今日話させてもらおうかな。まあ実はすいません片岡さん、引退のきっかけとなった女性との関係がこじれたことが今回の復帰だと伺っておりますけれど。福岡ちゃん今回俺がお笑いからドラマに進出を計画したわけであって、それはなぜかというと時代が本物を要求してきたということなんですまあお笑い界に颯爽と登場した私ではございますが。ですから片岡さんご自身の引退から復帰までこの一連の状況を我々どう受け止めたらいいんですか。やっぱり女の問題なんでしょ。この前話題の女性はそこにいる角巻さんのマネージャーって噂なんですけど。そんなことはねえよ。まあ何ガタガタ言ってんだでしょ。今日のところはですね、一応この辺でお開きということで、最後にですね、共演の二人に握手で、締めさせてもらいたいと思います。さあさあ、あのカメラの皆さんフラッシュを焚いてください。はいはい。最後にちょっと一言ドラマについても聞かせてくださいよ。脚本読ませてもらいましたけど、これドキュメントじゃないですよね。僕は幸せだ。左を見ても桃子、右を見ても桃子。こんな幸せなことって他にあるだろうか。そしてもちろん家でも桃子と一緒。僕は幸せだな桃子。やめて、疲れてんの。僕だって一緒に働いたよ。でも桃子といるから疲れない。それが疲れんのよ。今日から自分の家に行くから。じゃあね。ちょっと待って、明日のドラマ一緒に行こう。あんたには若くって可愛いマネージャーがついてんでしょ。確かに可愛いマネージャーだ。だって桃子と同じだもん。バッケロ。あら、喧嘩でもしたの。別に、何でもありません。いつもすれ違いのお二人なのに、たまに会えば喧嘩なのね
私にもいろいろあったわ。あれは忘れもしない、まだ二十歳の秋、新婚早々主人がフィリピンへ単身赴任、私も毎日泣いて暮らしてたわ。そんな時に彼が隣に越してきたわ。まさに寂しく不幸な娘に神が与えた男だったわ。それなのにいつの間にかそのまた隣の家に来たガキが、たかがあなたパンティーで奪ったのよ。私の方があるのに。悪かったわね。ああ愛って脆いものよ。注意した方がいいわよ。時間、そう、一緒にいる時間が全てなのよ。セックスでお互いの気持ちを理解したなんて思っちゃダメ、うん、そんな気持ちなんてね、あなた二人が離れた時間の答えにはならないのよ。ねえ、思ってません。それじゃあなたと同じ女が彼の前に現れたら、自信を持った女に男をなびくわよ。あららら、あら、うーん、隙だらけ。きっとその隙間に誰かが入るわよ。それは誰かしら。桃子だ。桃子。佐久間桃子です。おはようございます。これはこれは。今日も一日よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。で、まだ出かける準備できてないんだ。ちょっと上がって待っててもらえるかな。すいません、なんか早く来すぎてしまって。毎日が充実してて。いいことです。平助、おはよう。おはよう、桃子。今日は朝からラッキーだ。すいません、ドジで。気にしないで、私昨日忘れた洋服取りに来ただけですから。桃子、僕たちと一緒に行こう。どうせ現場も一緒なんだからね。そうですよ、一緒に行きましょう。あ、ごめんなさい、角巻くんセリフ覚えが悪いから、先に現場に行って一緒に練習しないと。じゃあ後で。あ、私彼女に嫌われてんのかしら。あ、気にしなくていいよ全然。それより支度だ。手伝います。私は角巻くんにつくのが仕事、あの子は平助につくのが仕事。分かってる、それはよく分かってるんだ。でも
あの子には私負けたくない。今度のドラマは角巻くんを盛り上げてみせる。どうなの、愛してんの？私全然わかんない。あなたは誰にでも優しいから。ひよみ、何言ってるんだ。そんなこと言わないで僕のケーキを食べて。なんか変だな。いや、この脚本僕の生活そのものだよ。嫌だな、誰か覗き見してんのかな。脚本家が平介さんの引退後の生活研究したそうですよ。大体この清美って桃子そのままじゃないか。隣の奥さんまでいるし。あら素敵。じゃあ今読んだセリフ、桃子さんのことね、立花さんの役。まあ立花さんも悪くない。でも相手が桃子じゃないとなんかしっくりこないな。平介さん役者でしょ、何勝手なこと言ってんですか。役者、そうだね、僕はかつて役者だった。かつてじゃないわ、今もあなたは役者よ。桃子さんとの愛に溺れんのも結構だけど、俺は役なのよ。あんな男のどこがいい。ほっといてよ、関係ないでしょ。桃子、休憩しましょう。何言ってんの、鈴木。俺台本嫌いなの。昔からアドリブでバッチリ決めてきたから。大丈夫。バカ、ドラマはね、お笑いと違うの。あ、俺は役者じゃねえんだよ、お笑いなの。じゃあなんでドラマの出演 OK したのよ。分かってんだろ、あいつよ。頑張んなさいよ、頑張るのよ。平介なんか食っちゃいなさいよ。それがあんたの前からの目標でしょ。絶好のチャンスじゃない。意外だな、桃子からそんなセリフが聞けるなんつうの。当たり前でしょ、私はあなたのマネージャーよ。頑張ろね。これでお笑いを超えたスターも夢じゃないわ。そうか、桃子はそこまで俺のことを。頑張る。行くよ。俺はスターだ。いいね、片岡ちゃん、最高最高。やっつさ、お前もうカチンコだね、おかしいじゃん。ゆうかちゃん行くからね、行くよ、行くよ。よい、スタート。清美、僕は決めた。役者を辞める。そして君の主婦になる。何言ってるの？あなたは有名人なのよ。私はただのマネージャー。気がついたら私がやんなくちゃいけないことみんなあなたがやってた。私よりずっとずっとお金の入るあなたが。だから私なんだか悲しくなってきちゃって、一人になってね、自分のこと考えたの。やっぱり私にはあなたしか。気がついたら私がやんなくちゃいけないことみんなあなたがやってた。私よりずっとずっとお金の入るあなたが。かっこいいよあなた。あなたにはもっといい人がいるわ。清美、医者ですから。ごめんごめん、めんごめんごですが。ああ片岡ちゃん、何言ってんの。よし、本番行こう。本番、遅れてどうもすいません。やすさん、やすさん、やすさん。あの子はやり手だね。何？え、いろんな人と話をしてるふりをして平介の視線を桃から外させてるよ。だってお前あれだぞ、今日平介のやつお前に話しかけないのに。
出る。さあ本番行こうかな。うん、はい、ぞ。お前のその態度が気に食わねえんだよ。こんにちは、桃子さん。私まだマネージャー始めたばっかりで。でも平介さん何でも自分でやっちゃうから。君とお前は一人の女をめぐる男二人だろ。私はただついてるだけで。それは何でお前30もやったんだバカ野郎。まだ。でも平介さんそれでいいって。そう。桃子さん何もしてあげないの？別に何もないもん。彼は家のことだって仕事のことだって完璧にやるから。私は違う。平介さんに迷惑がかかんないことで私にできることがあったら何でもするわ。したいの。ふざけんな女野郎。桃子さん、あの人に愛されることを望むだけで愛する努力はしてないんじゃない？一方的な愛はいつかきっと疲れると思うけど。それってどういう意味？ちょっと思っただけ。あなた頭いいのね。何日かでそんなことわかんの？そういうことじゃなくて、何年も一緒にいてわかんない方がおかしいわ。ほっといて。関係ないでしょ。かー、もう大和だ。本番中だぞてめえ。今度やったら出てってね。あいもっかい。な、何よそんな悲しそうな顔すんじゃねえよバカ。これ以上この話を複雑にすんなよ。はいはい、この次の機会にします。どうする気？ドライブさ。撮影はどうするの？私なんかほっとけばよかったのに。私と仕事どっちが大事だと思ってんのよ。大丈夫だって。今日の俺のシーンはバッチリ終わってんだから。そんなことよりもシートベルトしろよ。はいで飛ばすぜ。え、ちょっと待って。いや待ってって。最高だ、うん、東京の街は恋人同士でいっぱいじゃないか。やめてよ、みんな見てるじゃない。え、最高だ。この日から7日と15時間47分24秒僕は大和田桃子に触れていない。喋ってもいない。見ているだけ。彼女は隣の自分の家からスタジオへ通い角巻と仕事を続けている。そして僕のそばには桃子そっくりの友果君がいる。だからかもしれない、僕が今まで何とか自分をごまかせたのは。
しかしこれはひどい。すまん、君の買ってきた雑誌なのに。いいんです。ひどいですね、こんなのって。あんまりだわ、ひどすぎます。そんなにかい。ええ、だってこの嫉妬の復讐劇って失礼だと思いません？なんだ、記事のことか。そうだね。もう隣のことなら何でもよ。なんならこのビデオに撮ってある秘密見せましょうか。何が入ってるんでしょうか。お願いします。でもやめた。もともとね、彼の愛は私にあるのよ。本当ですか。あ、ちょっとカメラはどっち。カメラ、あ、ちょっとちょっと。平介さん見てる。私あなたに何が。うるさいな、追い返してくれ。でも私が出てったら桃子さんと間違えられて。そっか。平介さん大丈夫。桃子さんの話ガセネタだわ。そう思う。僕が怒ってるのは桃子じゃない、この記事を書いたやつ。僕自身はこういうことは慣れっこだ。問題は桃子だ。素直じゃないくせに気が小さい。桃子さんに嫉妬してる。そんなことない。だって私こんなに怒った平介さん見たことないもの。僕の辞書に嫉妬などという言葉はない。いいわ、平介さんに協力します。え？協力だぜ。これは俺と桃子との間に新展開だ。いいぞ。昔のことは何もあるように噂から出た孫とってな。それは嘘でしょ。そっか。そんなことはどっちだっていいや。噂通り熱愛しようじゃねえか。このままデートだー。ちょっとちょっと、ハンドルちゃんと持って、ハンドル。おおお。俺はね、桃子と一緒なら死んでもいいんだ。冗談やめてよ。うわ、ちょっとどうしたの。冗談なんかじゃねえぜ、俺はいつだって本気だ。んなやつは忘れちまえ。ああいうな、無意識にモテるやつが一番立ち悪いんだ。いくらお前が好きだと言ったところで、あいつはいつもちゃんと他の女抜け入れ体制ができてやる。現に今だって桃子と同じ顔のやつと一緒にいやがる。あいつはね、桃子と同じ顔ならいいんだよ。桃子と同じ顔のやつなら。でも俺は違う。確かに桃子の顔も好きだ。しかし中身も桃子じゃなきゃダメなんだよ。桃子じゃなきゃ。あっ、これ以上言ってごらん。私やめるからね。じゃあまた明日。このままじゃ済まねえ。ここまで来たら男つの泣きがあとにゃ。
やー、引けねえ。急にマジになるんだから。今までは半分冗談だったのに、あんな風に出られたらどうしよう。あ、私の洋服。片岡さん、今回の本、ちょっと一言お願いします。どうなんですか、本当なんですか、今回の写真週刊誌本当なんですか。いや、びっくりしましたよ、確かに。なあ、そうよね、だってあんなの毎度のことよ。私、角巻くんのマネージャーよ。いちいち気にしたらやってられませんよ。な、まあ、お互い様ってこと。片岡さん、今回悔しい。うまく記者を騙して、あの女に借りを作っちゃった。もしもし、あ、角巻くん。あ、本物の桃子か。やっぱりあのテレビのは、やつのマネージャーがバケてんのか。ええ、全くその通り。家の周りはレポーターでいっぱいだろう。うん。そうか、じゃあ俺が助けてやろう。うん、今から俺んところへ。おい。え？何言ってんのバカ。あんたのとこだってレポーターでいっぱいでしょ？うん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 。あはは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 は。実は俺、桃子にも内緒の隠れ家があったんだぜ。何バカなこと言ってんの。私は行きません。あ、二人がキスする。バカ、そんなわけ。おやった。おお、すごい。アップで抜きましょうか。あんまりだわ。いくら世間の目をごまかすためとはいえ。痛い。どうした桃子。よし、分かった。私角巻くん家に行く。本当か。じゃあすぐ迎えに行ってやる。ということでこの辺で休みますので勘弁してください。あ、それでは最後にあのカメラの前のファンの皆様に一言お願いします。お願いします。お願いしますよ。お願いします。愛子すべて。その通り。平助、たまにはいいこと言うな。桃子を奪いに行くぜ。では今日はこの辺で失礼します。最後にもう一度キスなんかを。ホッピーでいいですからね。お願いします。お願いします。もうバカ、世界が自分のためだけに回ってると思ったら大間違いよ。じゃあこの辺で。ちょっと片岡さん、桃子さん、一言おっしゃい。なあ、桃子。何よ。さっきのことは怒ってる？怒ってないわよ。あ、本当に？あ、そう。あの、やめたりなんかしないよな。しないわよ。本当に？あ、ならいいんだ。あ、よかった。私を見てそんなドキドキした顔しないで。こっちもどうしたらいいか分かんなくなる。でもドキドキってどんくさいと思ってたけど、ドキドキって一番楽しい時なのよね。あの子も今
そんな気持ちなのかしら。だからちょっと可愛く見えた。ない。ない。桃子の服がない。下着もパンストもバッグもない。桃子のやつ。怒ってますか？私のしたこと。さっきのは多分ああするのがベストだったんだろう。僕も桃子も君のおかげで助かった。平助さん、私わかりません。どうして桃子さんじゃなきゃダメなの？どうしてそんなに桃子さんが好きなの？桃子みたいにそんな目で見ないでくれ。桃子さんを見る目でも構わない。私を見て。僕の秘密の小部屋へ。いらっしゃい。見てね。見よ。この全身美容に最適のバスルーム。見よ、このエブリルーム。おい、それじゃねえ。あっちだ、あっち、あっち。見よ、この衣装部屋を。うわははは。どうだい、俺もなかなかのもんだろ。そりゃ平助のように容姿は良くないし料理はできないし豆じゃないが、しかし角巻君、別に私そんな風に思ってない。してほしいなんて言ってない。だって私角巻君のマネージャー。あー、うるさい。言葉聞き飽きた。もううんざりだ。マネージャーだからなんては単なる逃げじゃねえか。たまにはな、俺の誠意も素直に受け取れよ。どうしよう、どうしよう。愛されるのは嬉しい。だけど。誰のこと考えてたっていい。私を見て。平助さん。サブが呼んでる。食事の時間だ。あとでもいいじゃない。せっかく。食は何よりも勝る。正直に言うよ。僕には一瞬君が桃子に見えた。桃子を見る目で見てたんじゃ失礼だろう。今日はいろいろありがとう。感謝してるよ。明日も頑張ろう。帰ってこない。私が桃子さんだったらあんなとこ見たら絶対帰らない。帰りっこない。それは神の溝する。
バカ。でも諦めない。だってちょっと、もうちょっとだった。よかった。入ってこなかったんだ。桃子。桃子。やだ、鏡の前にいるとあの子と向き合ってるみたい。もし角巻君のこの愛を受け入れたら、もうこんな苦しい思いなんてしなくていいのかな。ダメだよ、ダメ。パーンと言うのはいい？パーンとゆっくりするからパーンなんだ、バカ。何やってんだお前は、本当にもう。おはようございます。いや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 、桃子ちゃんに角巻ちゃん、おはようございます。さあさあ、今日はですね、ラストショットということで、バジッと早めにクランクアップスマート飲みたいもんだね。任しといてよ、バリバリの絶好調だからさ。まあ NG 10回ぐらいにしとこうかね。勘弁してよ角巻ちゃん。桃子ちゃん何か言ってやってよもう。最近おかしいんじゃないの？ボケるには3億年早いよ。それにしてもまた遅刻か、片岡ちゃん。角巻ちゃん、あんたが頼りよ。任しときなさいよ、俺はスターだから。いいいい、角巻ちゃん。平助さん、いるかしら。平助さん、あら、どこに行っちゃったのかしら。ねえ、平助さん。おかしいわね、鍵が開いてんのに。もう、ビョン。バカ。ねえ、どこ？ねえ、平助さん、やっふっ。何もしたくない、何も考えたくない。でもこの部屋は臭い、汚い、許せない。でも動けない。僕には今愛がない。僕から愛を取ってしまったら僕は動けない。僕の存在はありえない。まあ、くさい。どうしちゃったの？ねえ、死んじゃったの？平助さん。そう、生ける屍なのです。屍のあなたも素敵。モモ、トモカさんか。平助さん起きて、もうとっくに遅刻だわ。すいません、私何度か電話したんですけど誰も電話に出なくて、もうとっくに現場だと。
何もしたくない。何言ってんですか、仕事です。いいじゃないのよ別に。ねえ、何ですかあなたは。何よ。うるさい、うるさいってんだ、出てってくれ、この部屋から出てけ。ドラマが、仕事が。分かってる、分かってるんだ、ちゃんと行く。先に行っててくれ。今は一人にしてくれ。おいで、桃子、おいで。家に帰りたい。時間だわ。
はい、ランジェリーショップ乾杯しましょう。はい、オッケー、桃子桃子の新しい未来、乾杯。この子も入ってる、この子も入ってる。